ンネル。はい、今回のテーマですね。ちょっと前回の続編みたいなところなんですが、面接で最近気になるニュースは何と聞かれた時の答え方ということで、鉄板の質問としてあるわけなんですけれども、まあ、普段からね、新聞ニュースサイトなどをちゃんと見ている方は得意かもしれませんが、あんまりそういった習慣がない方はですね、いざ聞かれても何も浮かんでこなかったりと、時事用語が理解できなかったりするので、ぜひ参考にしていただければと思っております。そもそもなんでその気になるニュースとかその辺の質問を人事面接官がするかというところなんですが、それにはこのような意図がありますよというのをフリップ出してます。どうぞ。ちなみに熊谷さん、株本さん、面接で気になるニュースを質問しますか？聞かせないです。聞いたことほぼないかもしれないです。聞かれるとしたら何時面接からが多いですかね？この質問の聞く理由のところでいくと、1つ目、2つ目、そうですね、感性、価値観、知的好奇心の幅を見るためとかだったら、結構比較的序盤の選考段階でなんかこう聞かれるかもしれないですし、同業他社で例えばメガ版3つあって、そのうちの1つのなんか最終面接とかで、なんか最近気になったニュースなんですかみたいな、でそれなんでみたいな深掘りしていった時に、本当に企業理解志望度が高いのかっていうところを見極めたいってなったら、もう本当に後半の最終面接とかっていうこともあると思うんで、結論バラバラっすね。聞いてみようかな今度。最近の若い皆さんあんまりにはこの辺見ないですもんね。運営もね、ヤフーニュースしか見てないって言ってますし、どうせエンタメでしょみたいな。続いて実際に面接で気になるニュースについて答える際のポイントをですね、また別のフリップで見ていきましょう。株本さん、取り上げるニュースは新しい方がいいと思いますが、だいたい何ヶ月以内のものがいいと思いますか？早ければ早い方がいいと思いますよね。1、2ヶ月、まあ、2ヶ月前とかになるとちょっとだいぶ古い感じしますけど、理想は当日とかがいいですよね。なんかホットな感じで、当日のニュースをなんかこっちが深掘りされた時も答えられるように準備できるかっていうと、ちょっと微妙かもなんで、1ヶ月前のニュースとかで、1ヶ月前のニュース何でしたかって言われてもなんかあんま覚えてないんで、1週間以内とかがいいんじゃないですか。まあ、関連しないものをね、わざわざ1週間以内に無理やり上げても微妙かもしれないですけど、何を訴求したいかですね。だから最新トレンドちゃんと捉えてますよ感出したいんだったら、できるだけ直近のものがいいと思いますし、この会社その企業のこと理解してますよ感を出すんだったら、なんかその会社その業界に関する最新のニュースの中で一番大きめなインパクトあるやつだと思います。では最後にどんな話題取り上げるのがいいかというところですね。おすすめの題材とポイントなどなど見ていきましょう。とりあえず無難なところでいくと、社会全体経済に関するニュースかなと思いますね。株本さん、熊谷さん、最近のニュースで就活時に取り上げるテーマとしておすすめの記事などありますか？最近ですか？ 1、2 週間以内ぐらい。これ収録11月11日今日のね、ポッキーフリッツの日なんですけど、時代とか最近のこう世相を表してるのでいくと、先週なのかな、日経載ってましたけど、全上場企業の利益トップ3が大手携帯キャリア3社で独占でしたっていう。でここから何を話せるかっていうと、やっぱりそのコロナショックってなってますけど、比較的やっぱりその IT 通信、まあ、IT そもそも言われてますけど、その中でもやっぱりそのダメージ受けにくいなっていうところの訴求と、でかつそこに加えて、あの菅総理になってから携帯値下げ問題あるじゃないですか、この状況でもこんだけ利益出てんだろうって言われて、なんか値下げの圧が強くなりそうだなっていうところと、でも値下げね、果たしていいのかっていうと、もちろんね、1ユーザーとしては値下げしてもらった方が嬉しいですけど、通信業界の、ね、収益性下がりすぎると、あの 5G とか次世代通信への投資が回らなくなって、諸外国外資系の会社と比べて負けてしまうと、日本経済もっと衰退しちゃったりみたいな、その辺にも広げられる幅が広いので、話題としていいんじゃないかなと思います。お手本のような回答です。僕一応人事で飯食ってますね。すごいな、マジで。株本さんは毎日のコロナ感染者数が一番見てますね。お恥ずかしいですが、あとは自分の業界のめっちゃマニアックなニュースとかは結構見たりします。もう見てる人誰も分かんないって言いますけど、アフィリエイターの LP に使ってる過剰なクリエイティブが摘発されましたって言って、はいはいはい、あ、これは一気に ASP にダメージいくなとか、はいはいはい、そういうなんか自分の業績に関係ある周りのニュースみたいなのはすごく気になるんですけど、そうですね、ちょっと離れると、やっぱこれ僕の性格がちょっと欠陥があるんですけど、もう自分に関係ないと思っちゃうんですよね。興味持てないみたいなっていう感じですね。なんで僕は多分面接受からないタイプだと思います。もっとあの社会全体に興味を持って、どうやって社会貢献していくか、自分さえ良ければいいっていう考えやめましょう。めちゃくちゃ、ちなみにどうなんですか？私も同じ感じですよ。興味ある分野、例えばエンタメですね。まあでも芸能界で働いてるからね。そうですね、身の回りのね、はい、ヤマピー、ジャニーズの話しっかり把握しております。手越の YouTube の再生数が落ちたとか。好きですね、結構。昨日ね、 ABEX が本社ビル売却する、ああ見ましたね。いや
大変ですが、うん、面接においてですね、別に世間話したいから気になるニュース聞いてるというわけではないので、まあ、相手の意図とそれに対して自分がどう対策してどうアピールするかというところは考えていただいて、ある程度ね把握しておくといいかなと思いますし、一人でやってると結構限界あるんで、友達とかと LINE でも何でもいいんで、最近気になったニュースの話題ね、週に1個ずつ上げようぜとかね、それに対しての見解なんか書いてお互いにツッコミしようぜみたいな、そういうのもいいかもしれないですね。ではそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。内定チャンネルでは LINE アットに登録してくれた方全員に内定ハンドブックをプレゼント。気になる大手企業、人気企業の情報が一目でわかります。就活のお供にいかがですか？詳しくは概要欄をチェック。